それなんすか。これはアルファのテイクダウンモデルセレクト、セルジオラモスモデル。あーね、うん、え、それってモレリアと違うんですか。モレリアとは違う。モレリアアルファとかじゃない、じゃなくて完全に人工比較。今言った通りモレリアとアルファっていうのは別シリーズで、今回はアルファです。セルヒオ・ラモスが引退する前にこうやってセルヒオ・ラモスインスパイアスパイクを作りたいんちゃうか。日本が狙ってるからな。そのアルファのセルヒオ・ラモスモデルのテイクダウンモデルです。でめっちゃいい、オナルシーダーより絶対ええわこれ。履いた感じはめっちゃ好感触です。軽いんすよ、ね、めっちゃ軽いよこれ。履き心地、軽さ、テイクダウンと思えないんですよね。軽っ。インサイドがちょっと面積小さめで細い感じがあるんですけど、ジャパンよりね分厚くてスポンジ感感じます。やりやすいっすね。タン周りはテイクダウンモデル特有のフィット感ちょっと弱い感じあるんですけど、タッチはねめっちゃしやすいです。やっぱインサイドちょっと小さめで当てにくくて弾く感じもあるんで、やっぱアルファはドリブル向けなんかなって感じてます。スパイクが軽いっていうのもあって思ってたよりもね弾く感じありましたね。これインスタには載せないと思いますけど、いつもね見てくれてる方ありがとうございます。もう見た目がトップモデルやんっていうね。全体的につぶつぶの凹凸みたいなのがあって、それがね意外とグリップ感あってめっちゃタッチしやすいんですよね。もっと滑ると思ってたんですけど、全くタッチ感とかスパイクの重さ感じなくて、今のところねほとんどストレスないです。ちょっと履き口周りが分厚いかなっていうぐらいで、キック、トラップもめっちゃ短時間で終わったんですよ。やりやすくて。はい、トラ蹴りやすいわ。すごい重いな。いいね、最速、最速力。踏み込みもいいぜ。踏み込みがめっちゃいい、やっぱ。インステップのインパクトが強いんですよね。周り蹴りやすい。やりやすい。めっちゃ曲がる。オッケー。おお、オッケー。さっき言ってたインフロント部分にもつぶつぶの凹凸グリップがあるんで、それがねめっちゃ効いてカーブをめっちゃ曲がるんですよね。風の影響もあるよなって話してるんですけど、まあ、それ差し引いてもねめっちゃ曲がります。オッケー、クロスボール。おい、やりやすいぞい。レビューがめっちゃ早く進んでるんでテンション上がってこない言ってるんですよ。最後、おお、いい感じ。ジャパンやプロは表面もうちょいツルツルしてるんですけど、このセレクトはインアウトがねちょっと分厚くてスポンジ感あって吸収感あるんですよ。いや、めっちゃやりやすい。でさっき言ってたつぶつぶの凹凸っていうのはインアウトにも施されてるんでグリップ力あるみたいな。履き口がちょっと緩いな。しかし踏み込める。あ、あと前足部の分厚さとか硬さはジャパンよりもちろんあるんですけど、テイクダウンモデルにしてはね全然うざくない分厚さやなと思います。来た。オッケー。
トラップもめっちゃグリップ効いたし、1本目からやりやすくて、トラップの時間もねめっちゃ短かったんですよ。もうめっちゃ止まってくれるっていう感じで、テイクダウンモデルとは思えないですね。でスパイクも 220g で、後輩ちゃんもね持った瞬間軽って言ってたんですけど、プレー中ずっと軽いですし、そしてアルファはスピードモデルのスパイクなんで、このセレクトもめちゃくちゃドリブルしやすいです。前足部の細さとか、さっき言ってたグリップとかでボールタッチもしやすいんですよね。テイクダウンモデルでこのドリブルのしやすさっていうのは今までないんちゃうかなと。キックの時もそうでしたけど、ここはジャパンと同じくね、ポイントのグリップっていうのは前後左右めっちゃ効くんですよね。前足部のトップモデルとかとはそれはちょっと分厚いっていうところと、気温の厚さっすよね。あと履き口の緩さっていうのはちょっと気になります。履き口の緩さっていうのは普通のスパイクとして履けるんですけど、トップモデルとかと比べたらフィット感の弱さっていう意味っす。めっちゃ軽い。テイクダウンモデルにしては軽いし、スパイクやポイントの安定感っていうのをめっちゃ感じるんですよね。前や縦への推進力はそれはジャパンの方が上ですよね。テイクダウンモデルの中では薄いんですけど、やっぱり履き口とか前足部の厚さっていうのは感じますけどね、全然うざいとかまでいかないんで、これはねめっちゃクオリティ高いですね。でジャパンと同じくね、横のグリップめっちゃ止まるし、ポイントのクオリティも高いし、赤色でかっこいいしっていうね。インソールヘニャヘニャなるよって言いましたけど、壊れそうな部分もねあんま感じなかったんで、耐久性もええんちゃうかなと。クオリティめっちゃ高いんでほんまにおすすめなんですけど、履いてる人はまたねコメントで教えてほしいです。どうすかそれ。いや注意は、この間のモナルシーだより絶対、いやまあ余裕でやりやすかった、うん、やりやすい、そっちの方がテイクダウンモデルの中では。でもアルファが好きっていう脳内がこう、まあ確かにそれはある。熱い。皆さんもねぜひ試してみてください。チャンネル登録コメントありがとうございます。